ヒンドゥースターニー音楽は、北インドのイスラム王朝の宮廷で発展した北、インド古典音楽を言う。その源流は13世紀から15世紀に高い、水準の文化を誇った、デカン高原のビジャヤナガル王国の古典音楽であり、南インド古典音楽もこれに橋を発している。13世紀のイスラム王朝のデリー宮廷では、トルコ人とインド人の混血の宮廷詩人ハザラと、 アミール・フスローなどの記述によれば、ペルシアや中央アジアの音楽も演奏されていた。しかしヒンドゥー教文化の強かったグアーリオールの宮廷では、ビジャヤ・ナガル王国で確立した、プラバンダ様式の古典音楽を演奏していた。これから、新たに、ドゥルバ音楽が生まれ、15世紀、16世紀には、デリー宮廷古典音楽にももたらされた。16世紀に、 インドゼミキを統一したアクバル大帝の宮廷には宮廷音楽を統括する大音楽家ミアンターンセーンが現れ、以後20世紀まで彼の流派が古典音楽の最高位に君臨し続けた。ミアンターンセーンの息子の本家はドゥルバカ曲と中央アジア起源の弦楽キラバーブを演奏し、娘とグワーリオールの流派に属した夫の分家は ドゥルバカ曲と古いインド人音楽の弦楽器ビーナを演奏した。一方で、北インドの中部と東部には、イスラム王朝の傭兵として帰化していた、アフガニスタンの部族が展開していた。また北、インドには、イスラーム系スーフィー神秘主義のチシュティハやスフラワルディ派の修行像も、西アジア系の音楽を演奏していた。さらに北インドの都市に密かに存在した、カ流ュや、 宮廷のハーレムでは、ヒンドゥーの娘、ムスリムの娘、ペルシア人、ジプシーなどの音楽家が、助上師音楽や舞踊を及びその音楽を演奏していた。これらは、ターンセイミ一族の古典音楽から見れば低俗な音楽とみなされていた。デリー宮廷では、アクバル大帝が、ヒンドゥー教会重作を取るとともに芸術に理解が、深く、その伝統は、彼の孫まで続くが、 その後、アウラングゼーブテイは、イスラーム制派の教えに忠実で、ヒンドゥー教徒と音楽芸術を弾圧した。それによって、ターンセーンの一族は、デリーを逃れ、ラームプル、ラクナウ等の東方へ向かう者、西のラージープートに向かう者が現れ、各地の民衆音楽家と合流した。今日世界的に有名な弦楽器シタールは、修行像や、下流界の簡素な弦楽器であったが、 この後、19世紀初頭にラクナウト・ジャイプルの宮廷で、古典音楽に用いられるようになった。すっかり縮小したデリー宮廷からは、ハーレム音楽家との共演王に命じられたことで、宮廷を飛び出したターンセーンの子孫がサダランの芸名で、古典音楽の雰囲気を持つ新しい歌曲をハーレムに流行させた。これが後に、古典声楽、カヤールとなり、 その伴奏休奏楽器サーランギ及び太鼓タブラ、バイアンも、宮廷古典音楽のステージで演奏されるようになった。これは19世紀初頭のことである。つまり、現楽器サロードは、ドゥルバ音楽以後で最も古い古典音楽楽器で、当初は、古い太鼓、パカワージで伴奏されていた。その後50年から80年遅れて、シュタールやカヤールが、 タブラバヤンを用いてアンチドゥルバ系古典音楽を演奏するようになった。ドゥルバ音楽では音楽家は声楽と弦楽器を兼ねていた。すなわち同じ音楽を声楽と気楽で演奏した。その声楽は極めて技巧的で肉声の気楽と呼べるものであった。アンチドゥルパド音楽のルーツ音楽でも声楽と気楽と舞踊は一体であったが、サロード音楽は ドゥルパド気楽とアフガン古典音楽、スーフィー古典音楽が結びついたため、完全な気楽音楽であった。その後19世紀の末になるとさらに多くの下あるやさ、ロードの流派が現れた。ランプールのセニ派の弟子からは、世界的な演奏家、ラビシャンカルの師匠でサロードを改造して、サロッドを創作したアラウディーンカーン、サロードの演奏家アムジャッド・アリーカーンの父親、 ハーフィズワリー・カーン、グワーリオールのカヤールの家系からは、シタール音楽に、再び声楽の要素を取り入れたガヤきアンクで人気を、博したイムダド・カーンが現れた。今日これらの流派が、北インド古典音楽の中心的な流派である。ドゥルバ音楽は18世紀に復興した、ダーガル家などが少数ある程度で、ラクナウや、ジャイプルの器楽シタール、サロードの演奏家は極めて少数である。 また、サーランギによる、器楽、民謡楽器であった竹の横笛バーンスリーによる器楽、カシミールのスーフィー古典音楽楽器であった、打弦楽器サントゥールによる器楽も、非常に盛んである。しかし、これらはいずれも20世紀になってから、古典音楽楽器となったものである。今日アンチルル音楽が生まれた、当時の器楽独自の音楽は消滅しつつあり、声楽、器楽の違いから、 古典音楽、下流回音楽の違いさえなくした反北、インド古典音楽という一種類の音楽が中心である。昔の演奏家は、初めの5分で、ラーガが伝わり次の5分で流派のスタイルが伝わり、個人の個性は1時間以上後に、初めて表現された。作曲された部分だけでも20分近くは用した。しかし、近代の演奏家は、 ほんの4小節ほどの作曲部を弾くとすぐにアドリブに入る。ありがとうございます。